7番が海に落ちた。至急海上を捜索しろ。 何してる35番。早くルーシーを。じゃない。何？あれはルーシーじゃない。何を言ってる。早くしろ。逃げられるぞ。白川、そいつに構うな。コウタ、あなた、ニュー、出ない。何？何だと。35番を回収しろ。おい、高速を忘れるな。 どういうこと？ニュー、逃げるぞ。待って、ルーシー、待って、ルーシーは今のルーシーは撃て。やめなさい。どの道目撃者は生かしておけない。どけ、撃て。威嚇射撃など無意味だ。躊躇すればこっちが皆殺しにされるだけだぞ。 いや、もういい。狙え。殺される。コウタ、ハセニュー、逃げるんだ。コウタ、撃て。なんかよくわかんないよ。ナナちゃんのことだって、ニュウちゃんのこともそう。コウタには全然関係ないじゃない。どうして？私のこともです。 まゆちゃん？ナナさんの時に感じたんです。コウタさん、世の中から捨てられちゃったみたいな。そんな私たちをすぐ受け入れてくれて、うまく言えませんけど、何か辛かったり悲しかったりする人を放っておけないっていうか、いえ、そうしなきゃいけない理由があるみたいな。理由？あの事件のことに何か関係があるのかな。事件？ あ、うん。コウタさんにどんな理由があってもいいんです。このカエデ荘だけが私の家だと思ってますから。ニュウさん、ナナさんは兄弟みたいだし、両親だっているし。両親？コウタさんがカエデ荘のお父さんで、ユカさんがお母さん。私はそう思ってますから。マユちゃん、何言って。だから、 またみんなこのうちに戻ってきますよ、きっと。一体何が？そんなバカな。ルーシー、そうだったのね。人格が分裂して、それで。 どうしたんだよ。お聞きなさい。彼女はあなたの知ってるような人じゃないの。彼女、ルーシーは許してください、室長。嘘つき。これまでだな。バカが、ひるむな。 一斉に撃てば奴も防ぎきれない。死ぬ気か。飛んだ。撃て。今なら民間人を巻き込む心配はない。撃ちなよ、この化け物。 ゆかちゃん不器用なんだから、それだったら何回やっても同じだよ。何よ。
やだやだ。バカ、こんなところで。来年の夏まで会えないなんてやだよ。あの子、来てないよな。何？ほら、泣きやみなよ。子供じゃないんだから。カナエのやつ、どこ行っちゃったんだ。迷子になってなきゃいいけど。何？どうしたの？コータ、ユカ、おじさん。よかった、無事だったか。カナエは？ねえ、どうしたの？カナエはどうした？それが、はぐれちゃって。だって、カナエを探すぞ。ねえ、何があったの？向こうで爆弾が爆発したらしい。爆弾？嘘。お兄ちゃん。カナエ。カナエちゃん。血がついてるよ。怪我したのか？人がいっぱい殺されたの。殺された？私見たの。見たの。とにかくすぐ家に戻ろう。また来てくれるよね。うん、約束だよね。絶対だよ。僕、ゆかちゃんが好きだから。だから待ってて。うん、待ってる。私ずっと待ってるからね。だから私のこと忘れないで。いった。何してんだカナエ。カナエちゃんも元気でね。ピー、こら、カナエ。さあ、行くぞ。結局あの子は来なかったな。コウタ。あ、ごめん。カナエ、どうしたんだ？お兄ちゃんのアホ！アホ！お兄ちゃんなんか角の生えた女の子に殺されて！今、なんて？お祭りで見たんだもん。角の生えた女の子がいっぺんにみんな殺したんだから！変なこと言うな！そんなことあるもんか！本当だもん！嘘だ！私見たんだもん！そうやって嘘をつくやつは嫌いだ！ほら、静かにしないか。本当に角の生えた女の子が殺したんだもん。こら、カナエ。君も乗ってたんだ。来てくれないからどうしたのかなって思ってたんだよ。嘘つき。え？明日一緒に行くコウタのいとこって男の子？女の子？男の子だよ。そうか。明日の夜コウタを駅に見送りに行く。え？じゃあ。首長いねえ、ちょっと長いの。首すごい。うわ、何これ、大きい。なんかすっごく大きいよ。汚れてるよ。もっと綺麗になったじゃないか。お返しだよ。こっちが先だろ。
刻開くまでバスに乗れないな。苦しいよ。ごめん、大丈夫？ああ、びっくりした。どうしたの急に。ねえ、コウタ、お願いがあるの。私がもし他の誰かをたくさん殺すようになったら。コウタが私を殺して。嘘だ、こんなの、こんな。すればね、僕の勝手だろ。この曲が気に入ったんだから。これずっと見てるから。ただ綺麗な曲だと思っただけだ。本当？私に構うの？ねえ、僕と友達になってよ。どこで絵を描いてたの？山の方って変わった子だったな。変わった子？お兄ちゃん、貝殻いっぱい拾ったよ。見て見て。あげる。その角が嫌いなら隠しちゃえばいいよ。嘘つき。ダメー！この絵！お兄ちゃん、逃げなきゃ！早く逃げなきゃ！バカ！何してるんだよ！この子が何をしたって言うんだ！ちゃんと謝れよ！じゃないと、カナエなんてもう大嫌いだ！こら、コウタ、何を騒いでる。何言ってんだ。友達だから殺さなかったんじゃないか。次はあの女だな。女ゆか。思い出した。
全部思い出した。君は8年前のあの時の。教えてくれ。君は一体誰なんだ。こんな普通じゃないことがたくさん起こってて、その真ん中にいつも君がいて。知ってどうする。そんなことお前には関係が。あるよ。あるに決まってるだろう。君は俺の妹を、父親を殺した。コータ頼まれた獲物の代わりに本命がいるとはな。俺の目と腕の敵だ。死ねや。逃げんじゃねえ。勝負しろや。待っていてくれ。あの石段で。Oh!